はいどうも、わいわいです、今回はですね、またこの3人で、旅に出てるんですけれども、まあ岡山県に向かってるんですよ今日は。はい。で、今はまだ朝の9時でしょうか、奈良を7時半に出て2時間岡山に向かって前田君運転してくれてますけれども、はい。なんで岡山に行くかってことなんですけどね、今日って奈良さん何の日ですか？4月1日。そう、4月1日エブリルフールです。そうなんです、エブリルフールです。正解の通り。はい、10ポイント。奈良さん何番？5番。わー、5番いた。てんてん。まず角を押さえましたね。角を押さえましたね、5番奈良さん、うん、おっと、この音は、では大事な大事なアタックちゃん。じゃあもう使えへんもんこの今日ね、エイプリルフールなんですよ。はい、実は。おだからエイプリルフールのらしいことをしようと思ってんの俺。おう、一回カットとかないの？ほんで、そのエイプリルフールって 何にする日なる？何にする日？嘘つく日。正解になるさん、何番？15番。おっと、立てて、でもいった。エイプリルフールって嘘をつく日なんですけど、ちょっとね、この3人の中で嘘をついたってみんなもうバレバレなんで、ある一人の人に嘘をつきに行こうと思ってるんですよ、はい、そのためにわざわざ岡山まで行ってますで、そうなんです。実はね、我々3人のチーム名はあのチョップスティックスって言うんですけどその我々チョップスティックスのメンバー4人目を実はあの追加したいと思ってるんです。この4人目が岡山にいるっていうことで、あの4人目のメンバーをね、今からもうあの誘いに行こうと思ってるんですよ。ただ4人目のメンバーのあの岡旬さんは知らないんです、実は。まだその今回収録されるということも知らないんです。我々がこうカメラを回すということも知らない。だから彼は来て突然撮られるわけですね、ビデオカメラで。今回はそういう企画なんですね、実は。わざわざだから岡山まで来ているんです、今。というのは実は嘘、本当のターゲットはなるさんなんです。では今回の企画概要をご説明します。ワイワイは3月末にエイプリルフールに岡旬騙そうやと話を提案。しかしワイワイはその足で岡旬にっていう、岡旬を騙そうっていう企画があんねんけど、それ使ってなる騙そうやと提案。それを前田くんにも伝え、3人で計画を立てる。そう、実はなるさん以外は全て知っているんです。今何どこ？神戸です。神戸、まだ神戸ですよ、神戸行こう。神戸あんやで、ね、キャすげえ勝ったんですよね。うわ、それ知ってますか？インターは神戸のインターで買いました。なんかパンのバッグです、これね。ちっちゃいバッグ、かわいいでしょ。これでじゃあ、でまあ言うたら君たちは我がメンバーの一員なんで、あげましょう、きびだんごを。君たちにきびだんごをあげますよ。そのまま入ってんの？うん、あげます。じゃあ、なるくんにはこれあげよう。じゃあ仕方ないな、なるくんにはこれをあげます。はい、そうやったー、なるくん。わっなるくん、見せてあげてこの顔よ何を見たんやろ。なんかあったんでしょ。なんか見たんやろな。浜崎あゆみです。アイユってどんな歌だったっけ？黒柳徹子です。そう。前田の部屋始まったよ。前田の部屋。いいよ、前田柳徹子で。ようこそ前田の部屋へ。本日のゲストはなるさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんでな。もう降りてるんですよね、今。はい、降りてますね。高速降りてます、皆さん。ついに高速降りて、今岡山の岡山市ですかに入ろうとしておりますね。長かったです。何時間でしょうか？3時間弱ですね。うん、かかっていましたね。まあそうやね。うん、まあでもあの家出たとこから考えたらもう3時間半もかかってますからね、すでにね。はい、ということで、はい、岡山市は岡山駅の前にやってまいりました。これね、なんかそういう銅像があるみたいなんですけど、今岡旬さんを待っています。もうちょっとしたら多分ね来ると思うんで、うん、彼何も知らないんで、
このままね映像に押さえたいと思いますね、彼の姿を。まあ、こちらとしては、うん、まあ、事前に今日どんな服装で来てくれてるとかっていう情報はもらってるから、ね、もらってるから知ってるんですよ。だからその人だけ押さえる感じでね、うん、写していきたいと思いますね。来ましたよ。おかしいが来ました。来たぞ。あれや。皆さん、あれがおかしいんです。あの袋をひたすら持ってるのがおかしいんだと思われます。皆さん、おかしいが来ました。おかしいが違う方向に行ってしまいました。ちゃうで。あ、おかしいんかな。全然思ったこと違うおかしい。ちゃうやって。何これ。聞いてた話。あ、どうもおかしいです。おつまみたいな感じしてる。聞いてた話とちゃうけど。なんで？これ何？これ違うか。これ。お土産。おかしいんや。はじめまして、おかしい。おめでとう。年前おめでとう。あ、いや。4人目のメンバーなんで。おかしいな。俺ちょっともう座っていいんや、いいの。座ってるや。これちょっともう座っていいんや、いいの。座ってるや。これちょっともう座っていいんや、いいの。ちゃんと、ちゃんと入れてるよ。ほんまや。何て読むのこれ。ムラスズメ。これ倉敷の。あ、倉敷。早速倉敷感出してる。なんか頭にかぶれちゃうこれ。あ、そう。な、頭にかぶれちゃうな。へぇー。あ、かぶりたい、かぶりたい。ほんで、これまず普通に、なるさんの普通の。あ、ほんま。普通の、なるさんのやつ。なるさん、お前。え、嘘、いいの？いいよ。悪いよ。こんないいの。さっきそこで買ったから。あ、そう。うわ、何それ。ガンダムもらったわ。プラモデルやん。え、ちょっと箱、え、振るない？作ろうや、もう。箱ちょっと振るない？悪いな。こんなええの。なるさん、誕生日もったから。あ、そう。誕生日やって聞いたから。おめでとう。聞いたもんだ。なる。聞いたもんだ。誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。いいの？いいの？ハッピーバースデートゥーユー。いや、この悪いわ、こんな2つの裏モデル悪いわ。これもう。やったやん、それ。あ、そう。シャアのズゴックちゃん。ええやん。うわ、めっちゃいいやん、お前。戦えるんだよ、これ。最後に。これ何も関係ないけど、なるさん3つもらえんの今日。いいの今日、そんなに初対面でいいのかい。おかしいな。いいな、誕生日やもんね、なるさん。これ悪いって、こんな怖いって思ったら俺も今日おかしいに、もうそんな申し訳たったもん、もうこんな、またそれも先生、バージョン違い。えぇ、バージョン違いのか。ちょっと新しげのやつじゃん、これ。ちょっと、え、どうする今日、どっか行く？岡山から。いや、もうずっとここでもいいよ。岡山にもし行くとしたら、どこがその一番有名だというか、目行った方がええんちゃうっていう。2つぐらい。1個はやっぱ岡山といえば岡山城。岡山城。城な。見たい。それとやっぱ俺が倉敷住んでるから。倉敷。あ、そうなんや。あ、そう。倉敷住んでます。倉敷。あら、シャレやな。行ってみたいな。だから美観地区。美観地区行きたいじゃん。そこ行くじゃん。美観地区。行こう。美観地区行こう。先ほど前田君は道路交通法違反で捕まりました。前田君がナイーブになってます今実は。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Narusa. Narusa, おめでとう。おめでとう。また、おめでとう。Narusa、おめでとう。ありがとう。Narusa、全く見てないけど。いいなあ、おかしいな。どう？
あ、食べたお菓子も、あ、黒さ一方や、黒さ一方。何それ、黒さ一方って何。でもちょっとみんな俺ら話してたけど、うん、岡山といえば麻薬何、桃桃狩りってあんま聞いたことない。桃狩りとかしたよな、桃食べたよな、そのまま桃か、うん、もう一個ブドウが結構、あ、そうなの、うん、ピオーネ、あ、ピオーネ、ピオーネ、ニューピオーネ、へえ。だからブドウとも思ったけど、うん、まだないよな。そう、今枯れるものって言ったら、うん、イチゴぐらい、イチゴか、イチゴか。ただ、うん、岡山あんま関係ないけどな。そっか、でもお前なんかイチゴ好き、イチゴ美味しいですよね。イチゴ美味しいよな。じゃあ行こう、はい、あ、じゃあ行こう、はい、じゃあイチゴ狩りやな。イチゴ、イチゴ狩りに行こう。イチゴ好き、この世でベリーとつくものがすごく嫌い。嫌い、じゃあ行こう。決定、やってる。あ、すげえ。あれがこう、このチャリンコがあるやねんな。そうなんですよ、行ったことない。そこにチャリンコ止まりなさい。そこにチャリンコ止まりなさい。うーん、イヤホン、イヤホン、そこに止まりなさい。そこに、あ、見えるやん。お、あ、ほんまや、見えた、見えた、見えた。あれ、岡山城ですね。おー、はい、皆さん、岡山城です。岡山城押さえました。すげえズームできる。うん、おお、岡山城ね、これございましたよ。あれ、特徴は何なんですか、岡島さん。入ったことないんで分かりません。だそうです。だそうです。壁がちょっと甘いです。あ、甘いんです。甘いんやね。へ、あ、そう。え、でもこれみんな初めて岡島でしょ、どう思ったやろな。どうやろ、かわいいとか。あー、マスコットみたいな。今のプーさんみたい。あー、岡野俊ちゃんやな。岡野俊ちゃん、岡野俊ちゃん。熊野プーさんってこと、熊野プーさんで岡野ちゃうねん、ちゃうねん。それな、お前らもな、ほんま人のことよく言うけどね。こいつはもうな、最初こそ な、 いや、最初こそお前らワイワイさん、ワイワイさん言うてたんやで。それがお前、今やもう、お前もうほんまにマジで、もう一発目会った時にもう、おうやもんな。お前もう初対面でもう、おうやもんな、言うたら最初からずっと。なるもチョップスティックスのメンバーだもんね。俺はちゃうよ、まだや。違う、別にちゃうよ。俺別にちゃうよ。ちゃうの、入った覚えはないよ。入っててん、入った覚えじゃあ、それ、あれやん、そういうの。あれ、え、知らんうちにってあれやん。一緒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 、あの、iPhone 買った時の保証みたいなもん。そう、最初に。そうそうそう、入ってんねん、もう勝手にそれは、自動的に。そう、そういうなっと、そういうもんやねん。じゃあいいよ、なる、じゃあチーム名か、いいよ、好きなチーム名。そうや、チーム、チーム名の話じゃないねん。チーム名が、仕方ない、もしこれは情報。チーム名の話。そうやな、そう、でもダイナマイトボンバーズとかよりいいやろ。ダイナマイトボンバーズ、そんなやつより。それもありやな。ナリーズにしよう、ナリーズ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 。これから増えることあるもん。ない、これはもう、もう、もうない。入れ替えはあってももう5人がない。怖い。入れ替えはあり。それはな、もう社長やん。悟空さやろ。何してんだ、悟空さ。今回お邪魔するのは安原観光いちご園さんです。よっよっ、安原、はい、ここです、ここです。ほら、本日できます ね、 ね、安原いちご園さんで、ありがとうございます。今日はご協力いただきまして。あ、結構あ、ということで、倉敷市内ですね。岡山県倉敷市内の、はい、あの、いちご狩りの場所にやってきたんですけど、はい、ここでちょっと、いちご狩りをしようと思うんですけどね。はい、大川さん、どうなんですか。ここのいちご美味しいですよ。というのも、というのもこれ、いやいやな、今ここ来て初めて気づいたんですが、あの、自分が小学校の時に来たとこでして、うん、お、あ、そうなんや。スキーの日の後に来て、股関節をその時にやってしまい、めちゃくちゃ痛くて来たとこなんですけど、美味しかった思い出があります。ほんま、はい、よかった、ね、そんな中では美味しかったよな。よかったよかった。じゃあなんで今日も美味しいはずです。よかった、どこでもエピソード持ってるな。ちなみになる、いちご大好きやって。いちご、いや、もうこの世でベリーとつくものを全て意味嫌ってるから。あ、そうなんや。
あ、そうだ。まあでもせっかく来たからね。美味しいはず。美味しいはず。これは美味しい。ぜひ。もう買って食べてみましょうね。うん、じゃあ。そうね。じゃあ頑張りましょう。じゃあ。借りとるぞ。いや素晴らしい1号園ですね。これはもうあのね、自然っていう感じがしますね。ビニールハウスに入るっていうのはなかなかまあ珍しいことですんで、こういった機会ね、ぜひ、奈良さんにも、そして岡旬さんもね、一緒に、まあ、せっかくなら楽しんでいただきたいと思いますけれども、どうですか岡旬さん。はい、食べてますか。美味しそうです。まだ食べてません。おお、まだ食べてない。食べてない。何、いちごじゃあ一番取れるか選手権する。取れるか、取れるか、取れるか選手権、取れるか取れないか選手権する。取れるかしちゃったら、あのみんなが取るだけになるから。じゃあ一番綺麗で大きなイチゴ取れたら勝ちで。ああ、じゃあいいよいいよ、それでしょ、それでしょ。3個寄りすぎて、3個寄りすぎて、味はなくて、美味しくない。愛着の持てるイチゴ、3つ探そう、3つ探そう。じゃあどれが美味しいとかあるん。そうですね、まあでも粒が綺麗なのがやっぱりいいですよね。綺麗なのは美味しい。いや、岡旬さん意気込みを。いや、まああんなね、美味しくなさそうとか言っとる人たちは負けませんよ、そらね。そらそうですよね。3つあればいいでしょ。3つの中で一番いいのが優勝でしょ。そうです、そうです。じゃあもう楽勝楽勝。いただきます。どうぞ。うん、うん、甘い。なんかいっぱい品種があって、これは糖度が高いやつみたい。甘い、美味しいです。わいわいさん、そっからあのちょけてポーズで飛び出してきてください。隠れて。いちごってこうなってるんやね、今のいちご狩りのシステムは。ねえ、こう高台にというか。そう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 。普通こう地面にあって、その上にビニールシートかぶしてあって。確かに確かに。感じやんか。ああ、ぜひ意気込みを。意気込み。意気込みを。意気込みっていう。俺はやっぱりその量より質にこだわってるから。なるほど。そう。だからまあ大きさとかで競うつもりはなくて。ほうほう。そうそうそう。皆さん楽しんでますか？一応ありを。もう、我こそ勝つぞと意気込んでおります、皆さん。これ四つ星っていうイチゴ、なんかね、列によって品種が違うらしくてですね。へぇ、こんだけたくさんあるんですよね、これね。非常に甘い。甘い。うん。これはね、たまらないね、イチゴ好きにはもう。四つ星結構おいしいですね。ちなみに私のおすすめはね、はい、こいつなんですよ。おー、こいつはね、こうじゃなくてこう見てほしいんです。そっちで何かの形に見えません？涙。そう、涙です。そうなんです。これね、ストロベリーティアーズっていう。おー、結構希少な種なんですよ。へー、ぜひこれちょっと優勝狙いたいなって。いけるんじゃないですかね、今一番見た中では。でしょ、私ストロベリーティアーズっていう、僕がつけたんですよ。さあ、岡旬さん、今のところの一番をぜひ。今のとこありますかね。食べる方が食べる方が先。大きさだけで言ったらこいつなんですけど、大きさはね、おう、可愛さで言ったらこれかなって。あ、でもちょっとその超可愛い先がなんていうんですか、まだ赤くなりきってないのがいいですね。なんかもう綺麗。なるさんとわいわいさんが仲良しです。微笑ましい光景です。岡旬さんは黙々とイチゴを食べ続けております。素晴らしい食欲。え、でも食べたらわかるって。練乳というものも俺初めてかもわからない。俺はつけてへんけどね。それでも甘いもん、あ、つけんかったよかった。ほんならいや、でもまあそれつけて食べるのが醍醐味じゃん。あ、そう、ね、醍醐味。そう、美味しそうだな。いやお味は美味しいか。あー、なるほど。思い出した、思い出した、思い出した、うん、思い出した。そうそうそう、美味しいでしょ。もう一個、うん、そう、これこれ、そう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 、もう一個いくってなんだ。あれ
これこれクライマーズハイみたいになってるやん。そうそうそう、何個で高みを目指しちゃってるんで。そうそうそう、頂上がすごい低かったけど、このまあちっちゃいからね、言うてちっちゃいから、ちっちゃいから、ここに旨味が詰まってるから。あ、そうか、そうやな、うん、確かに言われてる。うん、これこれ、そう、イチゴってこうよな。イチゴってこうやな、ね、美味しい、美味しい思うよ、大体はそうやな、美味しい思うよ、美味しい思う、美味しいってことやな。そう、久しぶりに食ったもんだって。あ、まだ行ったの。自分食ったの。すごいやん、なんか選ばなあかんのに。俺はこのイチゴ農園で一人デスメタルを繰り広げろってんやから。もう練乳もな、うん、練乳もこういう味やねんな、うん、練乳って合うよね、合う合う合うよね、合うよ。すごいよ、これもうほらもう口いっぱいにこうもう広がってな、うん、それでもさらに3つ集めて俺らとやろうって言うんやから。すごいよな。え、これ農家、うん、これは見た何がどんな形か見た、うん、なんかよくわからん、食べた、あんまそう、うん、食べたよ、食べたやろ。ここに隠して、入ってないやろ、こうやって出てくるか、これポンポンして。さあ、じゃあ早速さあ、では早速あれしましょうか、品評会あれしましょう。イカキランで大丈夫今、井村自信あるって言うてんねやろ。そうあるよ、もう勝った、いいの見てたから勝った。まあ、前田くんのやつや見せるわ、これ前田君は、はい、実家がね、農家さんということで、あ、そうやって見せるの、人に、まあ、売れるようなね、品物のような綺麗なイチゴを選んでくれてるんです。まあ、これが多分一番ベスト、理想のイチゴと思いますけどね。そうですね、俺、誰から行く、はい、お菓子見て、はい、あ、じゃあいいよ、行くよ。大きさね、うん、まずこれ、そんなでかいのあんねん、こう、大きい、大きいな、大きい、嬉しい、うん、2個目ビッグストロベリーやな、これも大きい、大きい、でかいな、こんな宝石みたい、大きい、宝石のような、お、あ、ただ、うん、大きいばっかりがやっぱ脳じゃないから、もう下手が邪魔、これ、うん、これ一番、あ、そうなの、プリティ綺麗ですね、うん、それがお菓子の中では一番、俺の店で終わっちゃう、最後鳥、いいよ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 、俺の店で終わっちゃう。次ね、私は実は名前があるんですよ、うちのイチゴには。まずね、これね、ちょっと先ご紹介したんですけど、なんかの形に見えへん、こう見たら、あ、どう撮ったらいいですかね、いちご、いちごや、いちごや、違う違う、それいちごいちごはこうやんか、あー、そうか、これはそうか、こういう風に見たら何に見える、これで、ね、うん、涙なんですよ、これは、あ、ティアドロップ系、そう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 、ストロベリーティアーズっていう、これタイトルで今つけへんかった。で、違う、ここはもうストロベリーティアーズっていう、もう皆さんご存知の ST な、でこれね、あの、まだ先方なんで、うちの女の子にね、人気なんだよ、先方で、なんなんそれ、それは何やん、この形ね、なんかのほら、形に見えへん、これ何やろ、何の形に見える、これもう、それはこうなっとるから、いや、まじいちごちゃん、いちごや、そうやな、さっきの話だ、さっきハートね、ハート、ハートな、ストロベリーオブハートな、これストロベリーオブハートストロベリーオブハート、ハートオブストロベリーじゃないんだ、違う違う違う、最後極めつけ、これ岡山ならでは、岡山ならでは、ならでは、ならでは、はい、何に見えますか、あ、あ、これはちょっとワイワイさん、何に見えました、これバーミヤンのこれはほら、桃に見えな、まさしく、これ私買ったんじゃないですか、この3つは形でね、私は思いました、勝負しました、全部名前あるってすごいな、すごい、まあ、うん、性格とか、まずあの正統派、ね、正統派、正統派、まあ綺麗なやつをね、うん、選んだけど、よう見たらこう角度によってはいびつやね、これ、あ、膝すりむいたみたいなやつやな、これはあのできるだけあの凝縮させてるやつ、小ぶりやんか、わざと、そう、あえてこれを選んだ、小ぶりに、わざと凝縮させる、小ぶりなやつ、これはでも俺あの懐かしいなと思って、懐かしい、懐かしいなと思ってパッて見た時に、うん、あ、これやと思って、うん、もう懐かしさのあまりもぎっちゃったよね、何が懐かしい、これね、よう見たらなんかちょっと形、うん、細長くない、うん、そうやな、これあの
小学校の友達のたかしくんに似てるな思って、うん、たかしっていうのたかしっていうのたかしくんはね、あのおもながおもながたかしくんおもながでたかしくんおもながでそうそうそう、あ、だからな、たまにあのキムチの、あのあれとかくれて何言ってるか分かんない。しかも大根キムチじゃないんだよ、キムチをよくくれてん、キムチあれ大根キムチよくくれてん、あ、なるほど、そうそうそう、最後たかしやな、たかしくんいいやん、キムチの味するかな、キムチ思い出の味するんじゃん、キムチの味は、いやこれ自体はせんよ、せんけど思い出で、そう、あ、蘇ってくるかなってこと、あの時の味が、なるほど、ちょっと甘酸っぱいかもしれないな、どうやったら、そうやな、青春の、たかしくん喧嘩してあの体操服の袋をめっちゃフェンスに投げつけられたもん、あ、そうだな、嫌な思い出もやっぱり、そうそうそう、苦さもあるかもしれない、そうそうそう、じゃあ酸っぱさ、そこが、めっちゃ酸っぱいやん全然た、まだ前食いすぎや、ただの農園嵐やん何がよまだ食べたいんだよ、俺は農園嵐やん、お前失礼ななるも、でも食べたもんね、もう食べたいや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 、いいのかね、頑張ったって言うとあれやけどさっきからポロポロ出とるないや別に株で買いたい、一株20年分ぐらい来たんです。